演舞開演。どうも、本日はこちらグリコのポッキープレミエールクラス抹茶を食べたいと思います。以前食べたチョコレートの抹茶チョコレートバージョンですね。以前のチョコレート濃厚で美味しかったからな。これ期待が持てそうです。中身は、はい、チョコと同じで6本入ってますね。で、そして抹茶チョコなので当然ですがちょっと緑がかっていますね。ではだから少々手間がかかるのかな。はい、おー緑色が深々しいですね。では中身を見てみましょう。まあ断面はこんな感じ、普通のポッキーとあまり変わらないですね。ではいただきます。この抹茶本当にすごいです。以前のチョコの時もそうでしたが美味しい。通常のポッキーよりも太めでカリッと食感のいい生地がを食べるとかじると中からチョコレートが広がってくるわけですが、そのチョコレートに配合されている抹茶がまた絶妙です。ほんのり甘くてでも甘ったるくなくて、生地に練り込まれているチョコレートを見事に融和して和洋折衷を口の中でしてくれてとっても美味しかったです。こんな抹茶チョコレート少なくともポッキーでは今まで食べたことがありません。そもそもポッキーに抹茶味ってなかった気がしますしね。京都ならあるのかもしれませんが、というわけで文句なしのこちらの点数とさせていただきました。大人のお茶菓子本当によく合いそうです。ではひまわりの水を与えるぞ夏の雨。どんだけ世話してないんだったらね。さっきのお抹茶チョコレートを食べながらこうして俳句を読むというのもいいかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。